どうも、うずです。本日はちょっと簡単な報告動画になるんですが、早速ぶっ壊しました。もうほんとね、なんでこんなに物の扱いが雑なんだろうと思うんですけど、やっぱりよく壊します。今回壊したアイテム、この間紹介したばかりの GoPro Hero 5でございます。 GoPro Hero 5 ブラック、壊したといってもそんな大きな被害じゃないんですが、これです。お分かりになりますでしょうか。こちら蓋、キャップ、ここの USB-C 端子、 Type-C 端子を充電で使うのに、ちょっとね、今の GoPro ってここを開けて、結構硬いんですよ、ここ開けるのが。で、この硬いやつを開けて、で、ここの部分を本当はパーツでね、こうパチンって外せるんですよ、パチンって、これごと。で、そうしとくと、まあ前回のね、紹介でも言ったんですけど、ここを直接ダイレクトに線をさせて充電できたりするので、まあ開けとこうと思ったんですよ、しばらく。あの、海とか行かないし、プールとか。それでやろうと思って外そうとしたら、まあ無理やりやったせいで、ここパチンと割れました。ということで、私の GoPro Hero 5は、ここの、端子を守るカバー部分が割れた状態でございます現在。まあ、ただまあただそうは言っても、まあ、この状態で使っても問題ないですし、まあ、おそらく、まあ、ここの部分なんですけど、うまいことねはめると意外とねはまるんですよ、普通に。まあこんな感じですね、普通に。あの、そのままぴっちりはまるので、まあ壊れたとは言いにくいかな。ということで、まあ、今回報告で GoPro Hero 5 ブラックなんですけど、もう購入して早速もうパーツぶっ壊しましたって話です。使ってる方はね、結構ね、力入れて外そうとすると、あの、無理やり外そうとすると簡単にパキッて、プラスチックだからね、割れるんで、お気をつけくださいっていう注意喚起動画にもなります。まあ、だってパーツの部分はね、取り外しが可能なパーツなので、取り寄せもできるとは思うんです。まあ、そういうことで、まあ、GoPro の扱ってるね、田島モータスさんにちょっと電話して、扱いが実際パーツであるんかどうか聞いてみようと思います。で、本日は、そんな動画になります。失敗談です。はい、ではまた別の動画で、バイバイ。